は鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。今日はオープニングからすっぴんなんですけど、朝の準備をしながら毎日メイクやっていこうかなと思います。先にねスキンケアもほとんどやっちゃったんですけど、最後の締めの D プログラムの乳液塗っていきます。年始らへんからね、顔の脱毛行き始めて肌が明るくなった気がする。今年の夏はね美白頑張ろうと思ってビタミン C のサプリも取り始めて、でも新しく買ったね田中みな実さんも使ってるサンバリアの日傘をねなくしてしまったので、また日傘買わないといけないんですけど、やっぱ日傘ない生活って相当不便やなって改めて思った最近で、今日一応ね毎日メイクやっていこうと思うんですけど、なんかいただいたカラコンがね可愛すぎてこれなんやけど、韓国のねライリールナっていうやつ使ったことないんですけど、今日一応毎日メイクでね多分似合うと思ってカラコンだけはいつもと違うのにします。ちなみに私が毎日使ってるカラコンはこの4つですね。指原さんプロデュースのトパーズシリーズなんですけど、新しくね出たフチアリのちょっとカンナロゼっぽいやつ2つとデートトパーズとストロベリークォーツ、マジでこの4つがローテーションしてるって感じ。メイクに合わせてこれを使う、なんでもう基本毎日トパーズかな。で今日使うねこのライリールナ自体を初めて使うんですけど、ライリーシリーズはねよく使ってて、昔からハーフ系のカラコンね使ったんやけど、ちょっとルナ可愛かったんでつけてみようと思う。なんで今日ねちょっとフェアリーな感じになるメイクが、ライリールナのカラコンこんな感じです。パープルピンク系の結構ね透明感のあるカラコンです。つけてみるとこんな感じです。なんかすごい渦巻き状になってるんですけど可愛い、なんか写真映えしそうなカラコンやねこれは。最近ねカラコンメイクもね万人受けっていうか、みんなが真似しやすいメイクっていうのをねやってたんで、昔ほど個性なくなってきてると思うんですよ。でもやっぱりね普通と違ったメイクしたいなと思って、今日はこのカラコン使っていきます。毎日メイクなんですけど、もう最近下地はずっとこのジルスチュアート使ってます。今日ベースでねジルスチュアート2回登場するんですけど、私の肌に合ってるなって最近思ってて、ジルのベース私的に大優勝ですね。この下地ね色もツヤも透明感出るし保湿力あるからね、ファンデのノリもめっちゃいいんですよ。でファンデーションはベスコスでも紹介したドクターエルシアバーム使っていきます。てかもう7月今年早すぎやろ、時間過ぎるの。皆さん上半期どうでしたか？私上半期ねまあまあ落ち込んでることが多くて、特に3月は病んでて、4月誕生日だったんでちょっと4月で切り替えようと思って切り替えてはいたんですけど、6月がねまたすごいショックな出来事が起きて結構病みかけてたんですけど、誕生日のファンレターがようやく届いて読んでたんですね。するとすごい励ましの言葉がたくさんあってね、もうこの間泣いちゃったんですよね私。本当私さ自分のことで頭いっぱいになってるからさ、人のこととか考えれないし、とにかく今をね必死で生きてる感あったんですけど、ファンレター読んでたらね、なんか私の動画を見て学校行けるようになりましたとか仕事復帰できましたとかね、そういうメッセージ見て、あーうちの動画でパワーを与えられてるのかと思って、なんか自分にも自信ついたし、そうやって変われる人がいるんだと思ってね、すごいモチベになったというか、もっと頑張ろうって思ったんですよ。なんか上半期と年始に関しては充実した1年を送るぞみたいな感じでいっぱい目標立ててたんですよ。でもねマジで1個も達成できてない、本当に口だけなんですよ。だからもう本当に下半期頑張ろうと思って、ごめんちょっとリップ濡らして、ちょっと下半期本当に頑張ろうと思って、言ったからには達成しないと恥ずかしいので、とにかく YouTube 60万人目指します。そしてラジオも絶対にする。もう本当に今ここで言ったからには叶えないとすごい恥ずかしいことなので、あと目標はとりあえず FP 検定の勉強もしないといけないので、検定あるのでそれに行く、で骨格検定2級も取る、であと車の免許も取り行く、もうこれは絶対に叶えます、絶対絶対絶対に。なので今私はここで絶対に下半期達成すると誓います。でどうやってモチベ上げようと思って、やっぱさなんかやろうと決めててもさモチベって上がらんやん。この正月にうちこらへ目標でね立てて絶対今年叶えるぞとか言ってさ、上半期叶えれんかったわけよ。もう本当に甘えとったなと思って、自分に厳しく下半期生きていこうと思って、ちょっと真剣に紙に書き出して期間を決めてね頑張ろうと思うので、ぜひ皆さんも下半期の目標あれば一緒に頑張りましょう。もうコロナでさ海外旅行とかも行けんしさ、生活にすごいブレーキかけてるから息抜きもねあんまできんやん。けどやっぱ目標をね立てれば頑張ろうって思えるので、一緒に頑張りましょう。
本当ここ最近ね、裏切られたって言ったらちょっと言い方あれなんですけど、心に穴がボカンって開いたぐらい、あまりにもショックなことがあって、ちょっとプチ挫折をしたんですね。けどファンレターがね、いいタイミングで届いてからね、もうどん底に落ちたらさ、もうそこなんやけん、それより下に行くことってないやん。やけん、まあ、あとはね、上がるだけだと思って、今すごいパワーに満ち溢れてる。パウダーもジルスチュアート、最近ベースはね、ジルスチュアートサンドイッチをしてます。このパウダーもね、ラメが入ってるから肌すごいツヤになる。で、最近ね、ドラッグストアでこのね、アイブロウブラシ買ったんですけど、めっちゃ描きやすいよ。この蓋なしのね、セザンヌのアイブロウパウダー使っていくんですけど、基本はね、太い方の筆使う。これね、マジで描きやすいとって、付属の筆も最近使ってない。だから眉頭はね、基本触らないように、眉頭から1センチ離れたこの後ろから描いていく。ほんと眉毛描くの苦手だなって人、これ買ってみてほしい。超描きやすいから。もうこの時点で綺麗じゃない？今この太い方を使うんよ。ごめん、全然眉毛処理してないわ。で、眉頭は細い方を使って、縦向きにこうやってね、毛が生えてる方向に向かって描いていく。こうやって毛の流れに沿って描いていきます。で、微調整しながら眉毛を作る。マジでこのね、筆が天才なんよね。もう正直アイブロウパウダーなんでもいい。一旦こんなんでいいや。で、天才的なデジャビュの眉マスカラで仕上げる。マジこれ天才。今日チークはイニスリーのヴィンテージフィルターチークパレットのこれ使います。うちさ、ファンレター読みよったら、進路悩んでますとか、やりたいことがないんですけどっていうね、メッセージをね、よく見かけたわけですよ。で、多分みんなから見たら、すごいやりたいことやってる人に見えてると思うんですね、私。まあ確かにね、就職するために商業高校に入って、もう高校卒業したらね、仕事に就く予定だったんですよ、私の計画上。だけども洋服の仕事がしたいって言って、服飾の専門学校に行って、洋服勉強してからまさかのアパレルに就かず、こうしてYouTube をしたり、コスメ開発したり、好き放題ね、人生やってるんですけど、だからね、進路どうしたらいいかっていう人に向けてね、責任も取れないし何も言えないけど、強いて何か声かけれるとしたら、後悔しない方を選んでほしいなって思います。今でしょうの林先生おるやん。テレビでね、高学歴ニートの授業をね、やってて、そこで言ってた言葉がすごい響いたんですけど、林先生曰く、やりたいことよりもできることをやった方がいいって言ってたんですね。確かによく考えると、好きなことをね、一番仕事にした方が楽じゃないですか。でもその好きなことが向いてない可能性もあるんですよね。でもそう考えた時に、私が一番好きで一番ね、時間を費やしたいものって言ったら映画だから、本当はね、映画の魅力を伝えるような仕事をしたいんですよ。けど多分それよりも、今こうやって美容情報とかモチベーションとかをね、発信して提供することの方が合ってるし、向いてるから、これをやってて。だからやりたい仕事がないとか、趣味がない、好きなことがないって人多いと思うんですけど、自分に向いてること、自分ができること、本当自分が一番スペック高いものを仕事にしたらすごい楽だと思うし、比較的ストレスはないのかなって思います。でも本当にこれは揺らいでる人、どうしたらいいのかわからない人に向けての、発言なので、ぜひね、進路とか悩んでて、何しよう、好きなことしたいけどやりたいことがないって人、何が向いてるのかを探してみるといいと思います。アルバイトもそうなんやけど、向いてる向いてないあるやん。ずっとやってみたかった憧れの飲食のアルバイト、実際に行ったら全然向いてなくて、毎日怒られて泣いてっていう経験をやってきたんですけど、一番向いてないし、一番避けてきた事務の仕事、パソコン打ち込みとか、それが私にはすごい向いてたんですよ。だからそこですごい稼げて、そこでね、やりたいことと向いてること、楽さってこんな違うんだって思いました。もちろんね、その自分のやりたいことを挑戦して、その想像してたものとのギャップっていうのを知るっていうのは大事だと思うので、できればね、どっちも経験してほしいよね。やりたいこともやってほしいし、できることもやってみてほしい。ほんと23歳で何調子乗って話しようんやと思うかもしれないんですけど、ありがたいことにね、早い段階からどちらも経験できたので、今の仕事でね、たくさん稼げて余裕が出てきたら、もうお金どういう報酬が少ない多い関係なく、何かね、好きなね、仕事やってみたいなって思います。なので、今の20代の私の若い人生に関しては、やりたいこと、好きなことってよりも、自分にできること、向いてること、求められてることをやりたいなって思ってます。で、今やってることは自分に向いてるから、失敗しない限りマイナスにはならないじゃないですか。もう安定するか、もっと上に行くか、ほんとプラスのこの2択なので、今年の下半期はね、本当にもう口だけじゃなく、ちゃんと頑張ろうと思います。
これベスコスで紹介したマモンドのアイシャドウ。最近はねもうピンクメイクが多くてこれよく使ってます。今日のカラコンもねパープル系なので絶対に合うと思う。最近こういうね華やかで明るいメイクしがちでコスメも選びがちなんですけど、多分私のメンタル的にも明るくなりたいっていうね感情があるのでそこ連携してんのかなと思って。バリ可愛くないこれ。そしてこれ取ります。ちょっと銅っぽい感じ、あんまり発色わかんないと思うんですけど目尻に入れます。ちょっと暗いのさ。したら&B のこっちの明るい方取ります。で明るい色を取ったら涙袋の上に置きます。で指を使って涙袋を作る、こんな感じで。この白を取ります。白のラメを涙袋に入れる、涙袋に入れる。ズーシーの6番のグリッター使います。これをねちょっとやりすぎたらキラキラしすぎるので目頭部分から真ん中ら辺ですね、これぐらい目頭から真ん中部分までラメを入れる。でケイトのダブルラインエキスパートを使って涙袋に影を入れる。これもね目頭から中心部分ぐらいまで。で下の涙袋にラインを入れます。軽くね。こっちもラインを入れます。で上にもね軽くライン入れます。これほんと色薄いから描いてる感ないんよね。でもちょっと影になってるから綺麗になる。でまつげ上げます。まつげを上げる。この時点でめっちゃ可愛いっしょ。で今回マスカラはリカフロッシュの4番先に使います。これをまつげに塗ります。上下どっちもしっかり塗りましょう。これ線入りだからすっごいボリューミーになるし色素も薄く見えて可愛いです。で下まつげもしっかりと塗ります。でキャンメイクのクリーミータッチライナー6番を使っていきます。これがねピンク系のラインなんですけど最近はもう完全に垂れさせたライン引いてます。やっぱ垂れてた方がね可愛く見えるんですよ。でちょっと目尻の粘膜をちょっとだけ埋めてで完全に目尻重めのメイクです。でリップ塗っていこうと思うんですけど一旦ね口の色消します。消したらキャンメイクのステイオンバームルージュを指で取ります。指で取ってちょっと血色を良くする感じ、なんか色ついてるかなぐらいでいい。で塗ったらペリペラの4番使っていきます。これ中心部分だけ、中心だけ色を入れる。でさっき涙袋のライン描いたケイトのやつで口角描きます。ちょっとだけでいい、ちょっとだけはって感じ。あーちょっとだけはい、こんな感じかな。いいんじゃね？ってな感じで髪を巻きながらバランス見ていきます。どうです？結構ね、しっかりパウダーしたけど肌ツヤ感出てますよね。先週の金曜日の動画で私前髪切りすぎてお前になったんですよ。で、結構ね、あれショックで、漏れてたと思ったのに動画見返したら眉毛めっちゃ見えとるし、もう絶対みんなフレンで欲しいと思って、編集でね、動画の冒頭で、前髪切りすぎたんで触れないでくださいって書いとったにもかかわらず、金曜の動画のコメントの8割が前髪だったんですよ。触れないでくださいって書いとるのにみんな触れとるもんね。で、ちょっと前髪伸びたから今日は絶対にお前にならないように気をつけます。でもね想像以上にみんな変とかのコメントじゃなくて似合ってるよって言ってくれたんですごい嬉しかったです。ありがとうございます。もうね前髪ね私鏡見ないで切るんですよ。邪魔になったらこういうガサツさがねいけないんだろうなと思って、最近美容室にも全然行ってないし、なんでだって髪を伸ばそうとしているのでね美容室に行く必要が、染める以外ないんですけど、基本前髪は自分で切ります。で自分で前髪切って美容室に行ったら自分で切ったでしょっていつも言われる。じゃあストレートにします。毎日メイク毎日ヘアということで最近はほぼストレート。あっち今日髪がこんなに伸びたんだぞっていうのをねみんなに披露したいです。今日のメイクめっちゃ好きなんやけど、もう毎日メイクいつも適当にするけんさ、こんなちゃんとしっかりやったの久々。暑い。もう夏になると髪長いとさ、もうおろすと汗かくけんほとんど結ぶけど、まだ今の時期はおろせるかなって感じけど、坊主にしたいわ。マジで暑い。クーラーつけとっても髪が鬱陶しいわ。どうみんな髪めっちゃ伸びたと思う？うち。ちょっと頑張ってるんですけど前髪がもううまくいかないのでこんな感じでよろしいでしょうか。はい、こんな感じでゲットレディウィズミーしながら毎日メイクやってみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。2021年下半期初動画ということで、ちょっと最近落ち込みがちだったんですけど7月からまた頑張っていこうかなと思いますので、ぜひね気分上がらないなって方もですね一緒に頑張っていきましょう。ちょっと口にハイライト入れた方が可愛いかも。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。